はい、えー。これは Google Classroom のアサインメントに関するビデオのうちの、えー、2本目になりますね、えー。ここでは、一、えー、つのファイルをみんなで編集する。そういうタイプの,、えー、あのアサインメントについてご紹介したいと思います。これももう実際に、えー、例がですね、作ってありますので見てください。えー、と、 担当表にどの料理店を紹介するかと、自分の名前も書いてください。こういうふうに書いてありますね。で、この担当表をちょっと見てみると、えー、こういうふうにですね、えー、料理屋さんの名前、まあ、レストランの名前ですね。それと担当する人はこういうふうに書いてあります。えー、1番目、ベンガルールカレー店。これはスリディビアさんが、えー、担当します。そして2番目、アンドラカレーの店。これはスドハさんが、えー あの担当するとこういうううになっていいますねでこういうのを作るにはどうすればいいでしょうか、えー、これもちょっと編集の画面から見てみましょうはいえっ、ー、とですねここはですねあのあの共有の仕方がこうなってるんですね Students can edit the file、えー、一つのファイルを、えー、と学習者は編集することができるというふうになっていますね、えー この場合は、あの、えっとですね、つまり、あの、担当票はみんなで一つの、あの、票を作りますよね。で、それから他の人がどんな、あの、お店について紹介するかも、お互いに見える方がいいです。どうしてかというと、あの、同じ店を他の、あの、二人とか三人が紹介するよりも、たくさんの店を、えー、紹介する方がいいからですね。 で、その時にはですね、さっきはあの Google シートでした。ですから、ここを、えー、Google シートをあの選んで、それで、あの最初はですね、こういうふうに、スチューデンスキャンビューザファイルになっていますから、ここのところをスチューデンスキャンエディットザファイル、こういうふうに変更するといいです。はい、えー、これで2本目のビデオは終わりです。